手袋を買いに。寒い冬が北方から狐の親子の住んでいる森へもやってきました。ある朝、洞穴から子供の狐が出ようとしましたが、あっと叫んで目を押さえながら母さん狐のところへ転げてきました。母ちゃん、目に何か刺さった。抜いてちょうだい。早く、早く。と言いました。母さん狐がびっくりして、あーてふためきながら目を押さえている子供の手を恐る恐る取り抜けてみましたが、何も刺さってはいませんでした。母さん狐は、ホラー穴の入り口から外へ出て、初めて訳がわかりました。昨夜のうちに、真っ白な雪が、どっさり降ったのです。その雪の上から、お日様がキラキラと照らしていたので、雪は眩しいほど反射していたのです。雪を知らなかった子供の狐は、あんまり強い反射を受けたので、刺さったと思ったのでした。子供の狐は遊びに行きました。真綿のように柔らかい雪の上を駆け回ると、雪の子がしぶきのように飛び散って、小さい虹がすっと映るのでした。すると突然、後ろで、ドタドタ、ザーと、ものすごい音がして、パン粉のような粉雪が、ふわーっと小狐に追っかぶさってきました。小狐はびっくりして、雪の中に転がるようにして、10メートルも向こうへ逃げました。なんだろうと思って、振り返ってみましたが、何もいませんでした。それは、もみの枝から雪がなだれ落ちたのでした。まだ枝と枝の間から、白い絹糸のように雪がこぼれていました。間もなく洞穴へ帰ってきた小狐は、お母ちゃん、お手手が冷たい。チンチンする。と言って、濡れてボタン色になった両手を母さん狐の前に差し出しました。母さん狐はその手にはーっと息をかけて、ぬくとい母さんの手でやんわり包んでやりながら、もうすぐ暖かくなるよ。と言いましたが、かわいい坊やの手に霜焼けができてはかわいそうだから、夜になったら町まで行って、坊やのお手手に合うような毛糸の手袋を買ってやろうと思いました。暗い暗い夜が風呂敷のような影を広げて、野原や森を包みにやってきましたが、雪はあまり白いので、包んでも包んでも白く浮かび上がっていました。親子の銀狐は洞穴から出ました。明かりが一つ見え始めました。それを子供の狐が見つけて、母ちゃん、お星様はあんな低いところにも落ちてるのね。と、聞きました。あれはお星様じゃないのよ。と言って、その時、母さん狐の足はすくんでしまいました。あれは町の火なんだよ。その町の火を見た時、母さん狐は、ある時町へお友達と出かけて行って、とんだ目にあったことを思い出しました。
燃やしなさいって言うのも聞かないで、お友達の狐がある家のアヒルを盗もうとしたので、お百姓に見つかって、散々追いまくられて、命からがら逃げたことでした。母ちゃん、何してんの？早く行こうよ。と、子供の狐がお腹の下から言いますが、母さん狐はどうしても足が進まないのでした。そこで仕方がないので、坊やだけを一人で町まで行かせることになりました。坊や、お手手を片方を出し、と、母さん狐が言いました。その手を母さん狐はしばらく握っている間に、可愛い人間の子供の手にしてしまいました。坊やの狐はその手を広げたり、握ったり、つねってみたり、嗅いでみたりしました。なんだか変だなぁ、母ちゃん。これ何？と言って、またその人間の手に変えられてしまった自分の手をしげしげと見つめました。それは人間の手よ。いいかい、坊や。町へ行ったらね、たくさん人間の家があるからね。まず表に丸いシャッポの看板のかかっている家を探すんだよ。それが見つかったらね、戸を叩いて、こんばんは、って言うんだよ。そうするとね、中から人間が少し戸を開けるからね。その戸の隙間から、こっちの手。ほら、この人間の手を差し入れてね。この手にちょうどいい手袋をちょうだい、って言うんだよ。わかったね。決してこっちのお手手を出しちゃダメよ。と、母さん狐は言い聞かせました。どうして？と、坊やの狐は聞き返しました。人間はね、相手が狐だとわかると手袋を売ってくれないんだよ。それどころか、捕まえて檻の中へ入れちゃうんだよ。人間って本当に怖いものなんだよ。決してこっちの手を出しちゃいけないよ。こっちの方、ほら、人間の手の方を差し出すんだよ。と言って、母さんの狐は持ってきた二つの白銅貨を人間の手の方へ握らせてやりました。子供の狐は町の火を目当てに、雪明かりの野原をよちよちやってきました。はじめのうちは一つきりだった火が二つになり、三つになり、果ては十にも増えました。狐の子供はそれを見て、火には星と同じように赤いのや黄色いのや青いのがあるんだなぁと思いました。やがて町に入りましたが、通りの家々はもうみんな戸を閉めてしまって、高い窓から暖かそうな光が道の雪の上に落ちているばかりでした。けれど、表の看板の上には、大抵小さな電灯が灯っていましたので、狐の子はそれを見ながら帽子屋を探していきました。自転車の看板や、メガネの看板や、その他、いろんな看板があるものは、新しいペンキで書かれ、あるものは、古い壁のように剥げていましたが、町に初めて出てきた小狐には、それらのものが一体何であるかわからないのでした。
とうとう帽子屋が見つかりました。お母さんがみちみちよく教えてくれた黒い大きなシルクハットの帽子の看板が青い電灯に照らされてかかっていました。小狐は教えられた通り、トントンと戸を叩きました。こんばんは。すると中では何かコトコト音がしていましたが、やがて戸が一寸ほどゴロリと開いて、光の帯が道の白い雪の上に長く伸びました。小狐はその光がまばゆかったので、面食らって間違った方の手を隙間から差し込んでしまいました。このお手手にちょうどいい手袋をください。すると帽子屋さんは、おやおやと思いました。狐の手です。狐の手が手袋をくれというのです。これはきっと木の葉で買いに来たんだなと思いました。そこで、先にお金をください。と言いました。小狐は素直に握ってきた白銅貨を二つ帽子屋さんに渡しました。帽子屋さんはそれを人差し指の先に乗っけて、勝ち合わせてみると、チンチンと良い音がしましたので、これは木の葉じゃない、本当のお金だと思いましたので、棚から子供用の毛糸の手袋を取り出して、小狐の手に持たせてやりました。小狐はお礼を言って、また元来た道を帰り始めました。母さんは、人間は恐ろしいものだっておっしゃったが、ちっとも恐ろしくないや。だって、僕の手を見ても、どうもしなかったもの、と思いました。けれど、小狐は一体人間なんて、どんなものか見たいと思いました。ある窓の下を通りかかると、人間の声がしていました。なんという優しい、なんという美しい、なんというほっとりした声なんでしょう。ねむれ、ねむれ、母の胸、ねむれ、ねむれ、母の手に。小狐は、その歌声は、きっと人間のお母さんの声に違いないと思いました。だって小狐が寝るときにも、やっぱり母さん狐は、あんな優しい声で、ゆすぶってくれるからです。すると今度は、子供の声がしました。母ちゃん、こんな寒い夜は、森の小狐は、寒い寒いって泣いてるでしょうね。すると母さんの声が、森の小狐も母さん狐のお歌を聞いて、ほら穴の中で眠ろうとしてるでしょうね。さあ、大山早く寝んでしなさい。森の小狐と大山と、どっちが早く寝んでするか。きっと、坊やの方が早くねんねしますよ。それを聞くと、小狐は急にお母さんが恋しくなって、母さん狐の待っている方へ飛んでいきました。母さん狐は心配しながら、坊やの狐の帰ってくるのを今か今かと
震えながら待っていましたので、坊やが来ると、温かい胸に抱きしめて泣きたいほど喜びました。2匹の狐は森の方へ帰っていきました。月が出たので、狐の毛並みが銀色に光り、その足跡にはコバルトの影がたまりました。母ちゃん、人間ってちっとも怖がないや。どうして？間違えて本当のお手手を出しちゃったの。でも帽子屋さん捕まえやしなかったもの。ちゃんとこんないい暖かい手袋くれたもの。と言って手袋のはまった両手をパンパンやってみせました。母さん狐は、まあ、と呆れましたが、本当に人間はいいものかしら、とつぶやきました。